本日は業務スーパーお酒のあてを8個紹介します。家でも手軽に調理できるものばかりを揃えました。いろんなジャンルありますので、美味しそうだなと思うものがあればぜひ業務スーパーに足を運んでみてください。1つ目はスパイシーチキンスティック、 525g 入り398円、骨なしチキンですね。ケンタッキーなんかでも今骨なしケンタッキーも販売してて、食べやすさってかなり重要になってますね。そもそも酔ってたらわけわからなくなって食べちゃいけないところまで食べるときないですか？皆さんはないと思いますけど、まあ、ともかく左手はビール、右手でつまめる気軽に食べられる食べ物の方がおつまみに求められているところだと思います。 525g の内容量が少し中途半端で気になるところではありますね。裏面です。原材料名黒胡椒って書いてあるので、スパイシーというのは胡椒のスパイシーなんですね。完全におつまみですね。こちら中国からの輸入となっております。中国産の食べ物を拒否する方一定数いらっしゃると思うんですが、中国から入ってくるときに品質検査、もちろん全部じゃないですが厳しい検査ちゃんとしてます。中国にもちゃんとしている業者の方たくさんあります。日本もたまにどえらいことする業者もあるんですけど、ほとんどの業者ちゃんとしてます。一時期中国産の食品が立て続けに問題を起こしてた時もあったんですけど、仮面は口に入れても大丈夫かどうか厳しくチェックしてくれている検査員の方たちのことを信頼して、やはり外国産の方が価格は安いですから、中国産の食材も口に入れるようにしています。少し小さめのサイズも販売していますので、お試しで小さいサイズから購入してみてはいかがでしょうか。で、期限は、ね、1月半ほどあるのですが、この賞味期限に応じて浅漬かりとか本漬かりなどの味の変化が楽しめます。だいたい1週間前ぐらいになるとかなり酸味が増しますので、その際はキムチ鍋にしたりとかチャーハンにしたり、まあ要は加熱して使う方がいいですね。こちら原材料となります。一般的なキムチの作り方ですね。で、原産国中国ですが、輸入元は以前ご飯のお供の高菜で紹介した和歌山の川鶴という会社です。食品成分表書いてくれてますが、意外と塩分低いですね。もっとあると思ってました。そのまま食べるのももちろん美味しいんですけど、豚キムチとかキムチチャーハンとか加熱して食べる方が結構好きなのでやってみたいと思います。3つ目は国産豚ミックスホルモン、1キロ入り678円、これめっちゃ安い。豚っていうのもありますけどね。よく仮面は関西に住んでるんですけど、大阪の西成っていうところで結構飲むことがちょくちょくあったんですけど、西成ではホルモン有名なんですね。で、昔からのお店は牛のホルモンを使ってるんですけど、新しい店は結構豚のホルモンを使ってるところも多々あります。増えてきました。で、豚のホルモンの方が少し味軽いんですけど、まあ、それはそれでうまいんですよね。こちら味付けされていない商品なのでアレンジの違いがありますね。だいたい味噌とかの濃い味で煮込むことが多いですね。裏面です。いろいろレシピ書いてくれてますね。ただ今回は以前紹介して美味しかった肉味噌を使ってホルモンのピリ辛野菜炒めを作りたいと思います。原材料です。ホルモンといっても部位たくさんありますからね。白もつとハツ、まあ、腸と心臓ですね。一般的な部位です。ハツというのは英語でハーツ、心臓がハーツなのでハツと呼ばれるようになりました。白もつっていうのは白いもつということらしいですね。これ実は初めて知りました。
ね、ホルモンに馴染みが薄い地域は腸を食べると聞いてびっくりされる方多いと思います。ただあれ博多のもつ鍋に入ってるやつはあれもろに小腸ですからね。丁寧に処理して洗うとあんな感じの綺麗なホルモンになります。加工者は新潟県にある佐藤フーズです。あと注意ですが、これ豚なのでしっかりと加熱して食べるようにしましょう。次はなめたけです。 120g 入り95円。さっぱりしてて美味しいですよ。ただこれ注意点があって、開封後2週間くらいでピンクのカビが生えたことがありますので、それは十分注意しましょう。業務スーパーなめたけ大きいサイズ 800g とかで売ってるんですけど、さすがになめたな感じなので、ビールとかハイボールが合うんじゃないでしょうか。見た感じ手が込んでるので、スライスするだけでもう料理として成立するんですね。結構絵になると思います。原材料こちらです。黒胡椒、白胡椒が入ってます。見た目の通りかなりスパイシーですね。でそのまま食べることできるんですが、解凍方法は流水でも OK なんですが、冷蔵庫に入れておけば半日後にはほぼ解凍されていますので、冷蔵の解凍が一番いいと思います。次は枝豆です。 500g 入り148円。普通の塩じゃないタイプの枝豆も売ってるんですけど、程よく塩味のついているこっちの枝豆の方が個人的に好きです。で 500g とそこそこの大きめのサイズです。だいたい5人前ぐらいは取れます。ラーメンです。もう茹でているので解凍後すぐ食べることができます。で原産国中国となっています。解凍方法いろいろあるんですけど、一番早いのは流水解凍ですね。茹でたりレンジとかでもいいんですけど、その後冷まさなきゃいけないので、枝豆は冷たい方が美味しいですので、流水解凍が一番ベストです。次はヤゲン軟骨唐揚げ 400g 378円。カラオケとか居酒屋で出てくる軟骨の唐揚げとは少し形状が違います。あれは膝軟骨の唐揚げなんですね。膝軟骨は業務スーパーに置いてません。で今回紹介するのはヤゲン軟骨、胸あたりの軟骨です。どっちもコリコリしてて美味しいんですけど、こっちの方が大きいので食べ応えがあるっていうのでは少し違うと思います。これね、肉付きっていうのが初めて聞きました。だいぶ前に買った業務スーパーのヤゲン軟骨はもっとシュッとしてたんですけど、これはね肉付きみたいなので、肉の部分は柔らかくて軟骨の部分はコリコリしてて、1個で2度美味しいみたいな、噛んだ時の食感が面白いですね。あと珍しいのがね、これ表面に全部情報載ってるのが、これまた珍しいパッケージですね。裏面こんな感じです。原材料ですね。原材料を見る限り、肉に味をつけてるわけじゃなくて、ケンタッキーフライドチキンみたいな衣に味がついてるようなパターンですね。で油で揚げる場合は1分半で OK です。大きさバラバラなんですけど、揚げ調理済みなので生焼けの心配はなさそうです。
最後は超辛いか姿フライ5枚入り65円。これちょっと最後迷ったんですけど、一応紹介しておきます。業務スーパーはナッツとかサキイカとか乾き物系も実はめっちゃ充実してます。5枚入り65円。これ安いんです。イオンとかだと88円。安いところでも78円とかなんで、もう価格だけでも優秀ですね。辛くないタイプも売ってますけど、今ちょっと冬で寒いので、辛いの欲しくなるので、それも込みで選んでみました。これね、実は結構辛くてお酒の進むお菓子ですね。ビールとかにすごく合うと思います。製造メーカーは広島にあるスグル食品という工場です。これ注意点がありまして、これ全部5枚とも食べたら314キロカロリー。結構な高カロリーなので、そこだけ注意です。今回は業務スーパーのお酒のあてを8つ紹介しました。全体的に美味しい商品多かったんですが、この豚のホルモンだけちょっとね、微妙でしたね。豚の臭さが少し出ていましたので、かなり好き嫌い分かれる商品だと思います。このチャンネルでは毎週金曜日に業務スーパーの動画、火曜日は不定期となりますが、いろんなスーパーの商品を紹介しております。ぜひお買い物の参考になったら、チャンネル登録お願いいたします。